いかほどでしょう。あなたの命の価値は。我が生き様、お見せしましょう。このように。騎士として敗北し、修道士として破壊し、総長として廃絶した。何もなせぬまま怪人に帰した我が無念、今ここで晴らそう。ピレリナー地蔵テンプル、いかがですか。神の御業か。いかがですか。生産を願います。意味はさせません。姑息なことです。必要経費です。ここに誓いましょう。我らの仕事です。この勝利は神の加護があったからこそ。いいでしょう。ですが次は利子をつけて返していただきますので。セイバー、ジャック・ド・モレー、ここにまかり越しました。ああ、私めは、モレーとお呼びくだされば。どうぞ、お見知りおきを。私めでよろしいのですか。では、そのように。おいでになられましたか、マスター。富の力は凄まじいものです。マスターも消費ではなく
食材に力を注ぐとよろしいかと。羊が一匹、羊が二匹、どこまで数えようと羊は羊、変わらざる素晴らしきものです。李氏がまた李氏を呼び、我が剣は勝利を蓄える。幸福よりは死を選び、反逆の狼よりは服従の羊を選びます。あなたが信を置き投じられた資本、必ずや役立てましょう。我が手に握られた輝かしき上りを敵に渡すことはあってはならないのです。マスター、あなたのことです。我が十字の盾は信仰の盾、断じて破れぬ我が誓い。この強固なる元本が割れることなど決して、まあ備えはされるべきでしょう。復讐など興味はないのです。されど積み重ねられし堕落、ルラプスの炎がこの身を苛む。サーヴァントとして世に立つ今、この熱こそが私を駆り立てる皮肉なものだ。このモレーメを強化されるとは、一体どのようなお考えで。連帯保証人という呪いをご存知でしょうか。浪費は悪徳なれど、食材は罪には当たらず、すなわち持ち主次第です。我が望みはテンプル騎士団の再興。さすれば聖地への道も開けましょう。